テンプスラムチャンネル始まりました。よいしょ。はい、テンプスラム吉永です。同時抜きです。ういじー。はい、はい、本日、はい、川口オートレーションに来ております。はい、はいはい、建物が映ってるけど、はい、ちょうど文字が見えない、はい、見えないですかね。カメラ見ていましたけども、はい、まあ久々の川口3人での参戦ということで、はい、まあ自分はね、はいはい、ちょくちょく一人で撮影しに来てるんですけども、はい、もう1年ぶりぐらいですか、うん、の久々の参戦ということで、はい、そしてですね、今日本日行われておりますのが G1 キュートラ杯の最終日でございます。はい、すごい雨降ってきた。雨降ってきた。久々の川口で雨降るっていう俺の雨男分ね、はい、ていうかここ2週間ぐらい一切雨降ってなかったのさ、うん、さあ川口来るってなった時に雨降る。雨降ってる。俺らが行くぞで雨降るから。さあオープニング今撮ってるんですけどもね、うん、結構強くなってきたということで、はい、中入りましょう。中入りますか。はい、ということで、はい、今回も前編中編後編に分けて、お送りしたいなと思います、はい、ということで大穴ね、はい、狙っていきたいなと思います。はい、はい、思想を見たんですけども、そうですね、見た目良かった、これ良かったなっていう選手は正直、まあ、あんまり見当たらなかったんですけど、まず3番の篠崎選手は良かったなと思います。で6号車の金貝選手もね、思想、まあ、今日消えてるから、はい、アップしてきてるんで悪くないかなと思います。で8号車の佐々木圭選手もね、思想3位置に立てただけあって、まあ、伸びがあったかのように見えるんですけども、まあ、ちょっと心のところ調子良くないっていうのを加味して、はい、この1レース穴狙っていきたいなと思います。はい、1レース車検買いました。6号車はね、金貝選手のところからの13578、僕の13578と1-23-56の前頭流、はい、で6軸ということで68とかね、はい、そこら辺を買い足させていただきました。はい、1レース金貝選手に期待してね、見ていきたいなと思います。46の12468、3着前後ちょっとやめてみました。46浅田選手と金貝選手で2着12468、3着も12468、これ3着前後買っとけばよかったパターンなんだよ、うん、乗りたい。あ、篠崎選手 ないって言うんです。そう、その4のタイムちょっと良かった、そっちにしちゃった。なるほどね。でもう2着にも入れないっていう、思想よく見えたので、はい、なるほどね、にしました。全部にしとけやってならないように、俺はもうこれ牽制よ、うん、このキュートラ杯最終日の牽制のために1-3-6、牽制ってすぎすぎて、牽制で様子見で、今日12レースなんてだからどうせ様子見だって言われる。俺は今日全部それで終わりだ。まあ頑張って、ということで1レース見たいと思います。はい、頼むよ。何やろ、1か6のかな。はい、うわー、フライングない？よっ、うわ、よいっちゃったまずい。あ、でも6いった。無理か。おいおいおい、いっつも思想番長なのに何やってんだよ、こう4、なんでなんで今日だけやる気出しちゃってんの。4も何か、やめてやめて、5だ。おいおいおい、火事が、ウイシが思想番長、思想番長言うから勝っちゃって、6も勝ってるんだよな。早っ、5番最終日の西村だったか、やばいな。なんなら4も来るやん、まあ、来ない。5番伸びてる。5、6か。いや、でも5伸びないんだよ、これ。5、1じゃない、1も粘って滑ってるな。こうも話してきてるもん、うん、あ、やば、またまた始まったよ。ゴーフ1だ、マジか、うん、ちょっとフラグになってたな、ウイシの思想番長、思想番長言ってさ。おお、4入る。うわ、来る。え、これめっちゃ入った。あ、もうきついか、下がっちゃった。これ結構つけるだろ。そうでよかったんだ。3、4、5伸びすぎやん。
516516これめっちゃつくんじゃん。516 74200。自分一応156かな。まあ615651とか165とか結果裏でした。あ、だから16の頭は買ってたけどってことか。そう、15とか、買ってあった。惜しいことしたな。2レース、頑張っていきたいと思います。2レースね、思想見たんですけどね、もう6号車の岩田選手すごくよく見えましたね。で、インコースの田中輝也選手と中山徹選手、川原選手、スタートかなり遅いので、これはね、もう岩田選手スタートから、いい位置につけて1着で取るんじゃないかなと思います。6号車の軸にね、車券買っていきたいなと思います。2レース車券買ったんですけども、6号車の岩田選手の頭からね、6の1278とで、61とか6768、買い出させていただいて、このトイレになっております。でも岩田選手がね、トップスタート決めて、前をさばいて、1着取るんじゃないかと思い、6号車の岩田選手を軸にしましたということで、2レースね、6号車の岩田選手期待して見ていきたいと思います。2レース、はい、今回ちょっと2連単ですので、61、67、76、各500円。これはね、46の2467、2467のの折り返し。やべえ、私、ウイシノの例が出ないように6番に頑張ってそれでね、さすがにだって俺頑張って応援してんだから。ガンちゃん、ガンちゃん、頑張って、ガンちゃん、あれガンちゃん、まあガンちゃん、やばい、ガンちゃん、あらあら、埋もれた、やばい、はい、よし、中山さん、中山さん、中山さん、まだいける。7も来て、7も、あー、すごい、ガンちゃん7もくっついてきて、ガンちゃんすごい、7強いな。61だったら熱いけど、まあまあ、やばいな、あれ、これ1残りそうだな。61でいいな、ガンちゃん、あー、なんか大丈夫か。いや、これは伸びきっちゃってる、いけるっしょ。あらら、なんか皆さん、皆さん、あんまり大丈夫、よしとりあえず2をやっつけて、はい、入った、ナイス、61の、67か、67だよ、入れ、うわ、1勝ってね、1勝ってね、61もいいですよね、逃げたんだ。いや、1位が61の方がこっちだと、1は勝ってない、1勝ってない、1だけ勝ってない、あ、67か、頑張りすぎ、よしよし、そのまま、じゃあ2も頑張っちゃおう、2も頑張っちゃってくれ、2も頑張ってくれ、頼む、最後グッと、はい、無理か、1勝ってないね、1勝ってないわ。2レース目確定しまして、671でポレット飛ばしが当たり、そうね、まあ、一番人気だからね。で、俺も2連単しか買ってなくて、はい、ちょっとひよって500円しか買ってないんで、でも買い物しは2500円、あ、まあ買いは1500円、他も買っちゃった、だからもうちょい攻めてよかったね、はい、2連単だから。で、私はまあ671、1000円、お、1万2000円払います。1万2000円か、はい、1万2000円の払い戻しはい、で、ウイシの払い戻しはゼロです。ゼロ、6買ってなかった、6買いましたよ、67買った、67買ってゼロです。1入れてない、1買ってない、1買ってない。ウイシよくさ、配信でさ、ガンちゃんガンちゃんって言ったら、いや、グイは買ったよ、選手応援してるのって、生でいつもさ、配信の時も岩田選手です、まあ、着度にあんま良くなかったりする、ね、生で見に来て、ガンちゃんガンちゃんって言って一着取ってくれたのに当たってないけど、そう、だから1勝ってないからね、あ、まあ、
まあ、1は確かに。で、1はもうしてないもんだって。結果、岩田選手は、ウィンシュの味方ではなかったもん、ね。いや、味方は1着取ってるから。うん、1着取ったのになんで勝って、そう、当ててないのって僕は思ってるからね。そうね。はい。まあ、ということで、3レースを当てていきたいなと思います。当たり0は免れました。第3レースのレースを見たんですけれども、2号車と4号車よく見たかなと思います。まあ、ただこのレースで一層拮抗しているというのもあるんで、荒れるかなっていう感じがしますね。はい、あと7号車の山田選手もね、悪くなかったかと思います。で、谷口選手一層3-3出てるんですけれども、フライング切ってるということで、ちょっとそこを加味して、3レース穴狙っていきたいなと思います。3レース、車検買ったんですけども、谷口選手一層3-3出てて、ね、一番ロケなんですけれども、フライングを切ってるということで、はい、ここね、山田選手とかに行かれちゃうんじゃないかなという予想をしました。はい、で、3レース、穴を狙ったんですけど、2の頭、1-3-4-6-7と、で、4の頭から1-2-5-6-7、これ穴目で買わさせていただきました。はい、2号車と4号車に、ね、期待して見ていきたいなと思います。3レースの購入なんですけど、思想も良かったし、最終日ということで6頭で、ちょっと本家も2連単ゼミで6-8で、逆の8-6宣言です。なるほどね。はい、買いました。これはね、1-3-6バックス、あとね、4-7の4-6-7、2-4-6-7-8、あとね、そんな感じで、はい、あの、この2番立場はね、この開催中に3着を取ってるんですよ。で、3着取ってる人たちを入れたっていう、うん、はい、3着以内に入る。そう、はい、頑張ってください。君たち、甘いよ。うるさい。さあ、行くでしょ。ヒート4、ヒート4。お、取り過ぎた。早っ。ラグ行ってない。あれ、最終日の谷さん行ったでしょ。あれ、これ、これ、これ、うい、いや、6-8すぐなんだよ。8が来た。あれ、谷さん、スタート決めたのにな。なんだそれ。スタート決めたのに、あ、4行け、4。あれ、一番すごいな。何してんの。一番すごいな。一番すごいな。ああ、もうこれもう多分届かないんじゃない、これもう届かないでしょ。何さんがしたの切ったのな、いやー、これ届かんか。届く、やばい、48買ってない、やめてー。山田さん来て、山田さん、山田さん来て、山田さん来て、もう8入るやん。山田さん、うわー、1粘るな。あ、でも追いついてきた。8入った。8になるか。すげえ。入れてないか。ってなると、あ、次入るか。あ、山田さん、おー、8-1になる。すげえ。うわー、87が結局入れた。87だ、結局。いや、4、結局4、4、4、4、来た、来たんじゃない。1か4か。いやー、そっか、871で満車金か。まあそうだね、871。いやー、谷選手はちょっと信頼すぎたな。最終日の谷っていうことを信頼すぎて。ただフライング切ってるから厳しいかなと思ったんで。そう、スタートは良かったけど、自分はね、穴でやって2と4でいっちゃったんで、まあ、序盤で4号車いい位置つけてたからあるかなと思ってたんですけども、まあ、8買ってなかったから、はい、まあ、4は頭に4、8だったかなと思ったんで、8、7は変えたな。いや、これで満車券は美味しい、美味しい。割と今日荒れてるからね、穴でやって4レースも頑張っていきたいと思います。当たんね。
第4レース下を見たんですけども、3号車ね、山田徹選手すごくよく見えたんですけれども、フライング切ってるということで、まあ元々スタートも速くないっていうことを考えたら、一番出遅れて厳しい展開になるんじゃないかなと思います。そしてですね、まあ山田徹選手が1号車とか1号車があんまりスタート速くないので、小原選手のトップスタートにね十分にあるのかなと思います。じゃあと内山選手ね、内山選手も好位置につける可能性があると思います。ただ前のペースが上がらないと吉原選手が追い込んでくる可能性もありますね。ということで、まあ、4と6と8を絡めた車券を買っていきたいなと思います。はい、第4レース、車券買ったんですけども、まあそうですね、まず軸は吉原選手、8の頭の2456、そして6の頭の2458、そして大穴で4の頭2568で、6886をね、厚めに買わさせていただきました。小原選手の頭だったら激アツということで、はい、4レース見ていきたいなと思います。質問的にはやっぱ3番良かったんで、3は頭にして、で8もまあ良かったんで、3と8頭、おう、まあ、3と8頑張ってくれる、はい、まあつくね、うん、オッズが悪い、なんかオッズ割れてるからね、本当に俺書いてこなかったんだけどね、俺もね、1-3のコップ使った、うん、あとね、柳川選手奈良のね、2358、2358、うん、っていう買い目、まあまあ買ってるんだ、1800円、何やかんや、買っちゃうね、そこは荒れてほしいね、これ荒れてほしい、荒れてほしいってか、俺が見たやつしか当たんないよ、皆さん全員は全員は、はい、ということで、頑張っていきましょう、ね、さあ、うわー、遅っ、スタート遅っ、道が行ったか、まあ8は行くけど、道が行くの、やばいってそれは、1残る、やばいよ、まずいって、1はまずい、あれもこれ1残るの、1残るの、やばいよ、1とかやったら嫌だな、1残る、うわ、まったかい、いや1残るの、嘘でしょ、いやー、やすげえ、8-1、マジかよ、いやこれワンチャン1-8のまま可能性あるよ、まずいかも、あー、まあさすがに入るか、出ちゃった、早くさばいて上がってきて、無理か、さすがに8か、また1絡むか、田辺さん、あれ田辺さん、山際選手が、山際さんが来たよ、山際選手が来たぜ、山際さんが来たよ、これは1やつけるぞ、これ781になってくれたらな、なんないか、さすがに1か、マジかよ、吉田が1がめっちゃ絡まって言ってたじゃん、1だ、で2にしちゃったんだよ、あれ、あれ、すげえ、マジかよ、すげえ、87になったじゃん、しかも17になったじゃん、17、これすごい、なんと1が1着ね、8の1着かなと思ったら、まさか逆転しての1着、かっけえレース、最終周回すごいレースっていうのが出ましたね、ここで出た、で 8万ぐらいついちゃった、場内もすごいわーってなったね、湧いたね、歓声がすごかったね、でただ梅内選手スタートいけないと思ってたから、うん、正直買えなかったから、買えなかった、で8の頭で買ってたから、8-1だったらうわ悔しいなと思ってたんだけど、うん、最後ね、梅内選手がかっこよさを見せて、はい、1-8ということで、まあ、悔しさもなくなった上に、まあ、すごいですよね、俺も2が残るかなって思って2買っちゃった、ね、前はね、はいはい、正直あのね、当たってなくてもね、楽しいレースしてくれたからいい、まあいいレースだね、うん、ということで、J さん4レースまでやってきたんですけども、うん、3人のね、おのおのの終始、うん、私の終始はこちらです、はい、はい、まあ、負けてます、はい、で、私はこちらです、負けてます、どうぞ、負けてます、負けてます、3人とも負けてるっていう状態で、5レースから、はい、また、ね、頑張っていきたいと思うんですけども、今回の動画は、ね、前編ということで1レースから2レースまでお送りさせていただきました、ということで、はい、次回
周辺を楽しみにしていただいてということで、はい、今回の動画はこちらで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。